セカンドソース。セカンドソースとは、ある会社が市場に供給している製品、オリジナル製品に対し、他社が供給している、同じ仕様の製品、半導体製品の分野で使用されることが多い。セカンドソースに対し、元々の製品は、オリジナルやオリジナル製品、英語では、ザ・ファーストソースと呼ばれる。競技には、他社がオリジナル製品の製造会社と正規に、 セカンドソース製造契約を結んだ上で設計情報の開示を受けて製造・販売する同一仕様の製品を指す。講義には需要者の視点でオリジナル製品と仕様が同じ他社製品全般を指す。この中にはオリジナル製品製造会社と契約を結ばず無断で同一仕様の製品を製造・販売するものも含むリバースエンジニアリングで マスクパターンを抽出して、同一製品を作るものから、仕様をもとに独自開発するものまで、様々な形態がある。また、セカンドソースはハードウェア的に、直接置き換え可能な製品に対して使用される。例えば、インテル製の CPU である i8286 に対し AMD 製の ARM8286 は、差し替えてもそのまま動作するため。 セカンドソースと呼ばれる。一方、インテル製の Pentium e シリーズの CPU に対し、AAMD 製のアスロンシリーズの CPU は、命令セットなどに互換性があり同じソフトウェアを動作させることはできるが、パッケージ形状やピン配置が異なり直接置き換えることはないため、通常はセカンドソースと呼ばれない。今も昔も最新の半導体製品の生産設備を、 整えるには大きな設備投資と2年前後の期間が必要であり、半導体の需要増に応じて、半導体製造会社が自社の生産能力を拡充するのは困難である。半導体製品の中でも低収積度な製品を除けば、ほとんど全てが製品ごとで機能が異なり、多くの場合、他社製品では代替が効かないものが多い。一旦、需要が供給を上回れば、 アロケーション、アロケーション、割り当てとなり、需要者が入手可能な数量や価格は供給者側の思惑に左右されるので、需要者からすれば入手先が複数存在する方が利となり、安心もできる。また、半導体製品は生産の初期段階ではぶどまりが悪いことが一般的であり、他の枯れた技術に基づく工業製品よりも製品出荷時期や 量産時の入手性には不安定要素が大きい。需要者である電気メーカーなどは最終製品の設計を行った後では、その半導体を他の製品に置き換えることは不可能なほど、その半導体の機能に依存した製品開発を行うようになっており、こういった不安定な供給に対しても、ただ供給量の向上を待つ他にすべがないことが多い。需要者は、 半導体製品の採用決定過程で可能ならば供給元が単独の企業に限られる製品を避け複数のメーカーが生産しているものを選ぶという対策を取った。またこの観点から IBM 社が自社パーソナルコンピュータの開発を行う途上インテルより i8088 の供給を仰ぐに際して他社とセカンドソース契約を結ぶようにインテルに義務付けた。 やがて半導体の供給者は、需要者が半導体製品を選択する時点で、製品の供給における不安を払拭することが大きな採用動機となりうることを理解し、同業他社とセカンドソース契約を結んで、半導体品の設計情報を開示し、同一仕様の製品を許可したり、製造を委託したりすることが行われるようになった。オリジナル側では、他社の手を借りることで、 自社で賄えない需要を満たすことができる。また、他の会社からも同一製品が出ることで、製品に対する信用を勝ち取ることができる。その他に、自社製品の規格に則っ,った製品の勢力を広げて、デファクトスタンダードを獲得する上でも有利である。セカンド操作側では、製品開発費をかけずに、確実な収益が見込まれる。また、 ある程度市場が形成されたところへ参入することで事業のリスクを減らせる。オリジナル製品の設計を直に学ぶことで、例えばさらに高機能なものや高速動作、低消費電力といった元の製品を超える製品を開発するチャンスを得る。需要者側にとっては複数の供給源を持つことで供給途絶のリスクが軽減でき、公平な価格形成が期待できる。 数十年といった非常に長期間の使用を望む場合には、オリジナルのディスコン、ディスコンティニュー、供給終了にもある程度の供給延長が望める。オリジナル側にとっては、十分な生産ラインがあれば当然自分のものにできた利益をミスミス他社に渡すことになる。また、セカンド操作との競争を強いられる。開発費を負担しないセカンド操作が往々にして、 廉価な価格を顧客に提示するのに対して、オリジナル側は開発費を消却しつつ販売することから苦戦を強いられ、セカンド操作が製品に付加価値をつけた場合には、これに対応する必要もある。自社技術がセカンド操作側に流出する点も問題である。ことに、正規の契約を結ばずに、無断で同一仕様の製品が投入される場合には、製造数量や性能等に、 歯止めが効かず、供給過剰を起こして価格が下がることもあり、オリジナル製品より優れた製品が廉価に氾濫する、市場に立ち向かわなければならないので、収益性が悪化する。これに対するには、常に新製品を開発し販売することで、先行者利益を確保し続ける必要がある。セカンド操作側は、オリジナルの後で生産を始めることから、 価格が低下した頃に参入せざるを得ず大きな利益を得ることは難しい。また、オリジナル製品と同等の仕様では商品としての魅力を訴求することができない。オリジナル側の戦略の影響を受けやすい。オリジナル側ではセカンド操作が生産することで価格低下した製品カテゴリーに対しては率先して新製品を開発し従来製品を沈黙化する戦略に出ることが 理にかなっており、セカンド操作には、その時期を知ることや操作することは、不可能である。セカンドソース契約に基づいて、生産を行う場合は、数量や性能等に制約をつけられることも多い。加えて、セカンドソース契約を継続するには、オリジナル側の意図に反する行為に出ることも困難なる。重要者側では、セカンドソース製品の使用について、 オリジナルと互換性を十分保っているか精査する必要がある。マスクパターンレベルでの複製であれば際は、プロセスレベルに極限化できるで機能の検証の手間が少なくなるが、セカンド操作が使用レベルから自社開発した場合には、出来上がったセカンドソース製品の使用に微妙な際が生じ、これが互換性の面で問題になることもある。 半導体製品以外の工業製品については2番手戦略が取られることがある。先行企業が新製品を開発して大規模な宣伝を行い、新しい市場が生まれたところへ、同業他社が模倣製品や改良製品、低価格製品で参入してきて先行者のシェアを奪うことも行われている。先行企業は失敗の可能性も覚悟しつつ、 多額の投資を行う必要があるが、皇族企業は、すでに開拓された市場に参入することからリスクを抑え、また先行製品の模倣をすることで、開発費用を抑えることができる。優れた量産技術があれば、リスクと開発費を抑えつつ十分な利益を享受でき、後続の会社の方が多大な利益を上げることは、珍しくない。半導体製品では、 従来の工業製品に比べて先行者利益が大きく、また、製品の陳腐化が早い。いち早く、ハイエンド製品を市場に投入できれば、それに高い販売価格を設定することが可能で、高い収益を期待できる。その一方で、製品の世代交代が早く、当初のハイエンド製品は、ミドルレンジに落ち、やがて、ローエンドへと落ちる。同時に製品に設定できる。 販売価格も急速に下げていかざるを得ず、収益も期待できない。ハイエンド製品のセカンドソースを開発しても、市場に投入する頃には、ミドルレンジないし、ローエンドとてしか受け入れられず、高い収益を上げるのは困難である。同一仕様の他社製品を指し示す用語としては、セカンドソース以外にもいくつかの言葉がある。以下は、それらを説明する。需要者側の視点で、 セカンドソース契約の有無に関わらず、オリジナル製品と置き換え可能な製品を指すことが多い。なお、半導体集積回路に限らず、抗議の意味で同一仕様の他社製品を指す。トランジスタについては、セカンドソースと言わず、互換品という。オリジナルの有無に関係なく、また、オリジナルの会社の製品同士であっても、製品の端子配列を先行製品と同一にして、 基盤を変えることなくそのまま次の製品が使用可能なことを指す。基盤から元々の製品を引き抜いて空いたソケットに異なる製品を挿入してもほとんど同じように使用できることからピンの入出力のレベルで互換性が保たれていることを指して言う新製品が新たに獲得した機能のすべてが従来のソケット上で実現できるか否かは問わず。 それまでソケットにあった従来製品の機能レベルは実現できるというニュアンスは含まれるが、それも確実ではなく、同じソケットで動作するということだけが確実である。主に、セカンド操作側から、あるいは流通の面から互換製品であると主張するニュアンスで、同一仕様の製品を指す。同一仕様他社製品を指すが、オリジナル製品の開発、製造会社側と、 正式な契約を結ばず、無断で作られたコピーというニュアンスが強い。主に、オリジナル製品の側の視点より、別称の意味を込めて呼ばれる。正規のセカンドソース契約を結ばず、公開されているオリジナル製品の仕様を元にして、製品を開発、製造したり、製品にリバースエンジニアリングを行って、設計情報を得て製造する。 知的財産権の概念が希薄だった時代には他社がオリジナル製品を購入して開封し、製品の構造を顕微鏡で拡大撮影してマスクパターンを作成し、それを用いて同一製品を製造することも行われ。これに対しては当初直接防止する法的手段がなかった。米国産の半導体製品を日本でコピーする例が相次ぎ、 米国からの抗議を受けて、半導体集積回路の回路配置に関する法律が制定された。現在では、加えて、特許や著作権等の知的財産権で、オリジナル製品を保護するようになり、むやみなデッドコピーは影を潜めている。なお、模倣品、デッドコピーの語は、半導体製品に限らず、広範囲な製品、ブランド製品の海賊版についても用いられる。 正規のセカンドソース生産契約を結ばずに、同一仕様の製品を作るという点は、デッドコピーと同様であるが、さらにいくつかのニュアンスが加えられる。なお、英文中で、クローンと表記するものとは、必ずしも対応しない。隔絶した商業権で製造され、製品の公益があまりないことから、これらの製品は、商業的に、オリジナルの代替品として用いられることがなく、 一般には、セカンドソースと呼ばない。なお、クローンの語は、半導体集積回路にとどまらず、パソコン、汎用コンピュータ等、幅広い製品に対しても用いられる。英語で同等品を指す語もいくつかあるが、外来語として日本語文中で用いる場合と、ニュアンスが異なる場合がある。ことに、クローンは要注意である。正規のセカンドソース契約を結んだ上で製造される。 もの。日本語でセカンドソースという場合より限定して用いられる。設計情報等もオリジナル側から提供されているものを用いる例が多く互換性の面でも問題が少ない。製品仕様からセカンドソース側が独自に開発したものを指すことが多い。下記のアンリソンスとクローンとの対比で主に正規のセカンドソース契約を結んだ上で製造されるものを指すが、 契約を結ばずに製造されるものを指すこともある。正規のセカンドソース契約を結ばずに製造されるものを指す。日本語でいう模倣品、デッドコピー、クローンに近い。かつては製造上の理由や自社製品普及の視点から、セカンドソース製品については、許容、黙認、あるいは積極的にライセンス契約を結んで、セカンドソースを広めることも行われた。これは、 自社企画の製品の勢力を大きくする上でも役に立った。しかし、量産技術が発達し、自社で需要を賄えるようになると、オリジナルの視点に立ってみれば、セカンドソースのデメリットが目立つようになり、一転して、セカンドソースを許さない方針へと転する傾向にある。セカンドソース製品の防止、排除については、知的財産権を持って当たることが多い。なお、 増大する需要に応じるにあたり、従来のセカンドソース契約による、同業他社への生産委託から、ファブ専業業者への生産委託に切り替えて、技術の流出を防止しつつ、需要を賄う方法が取られる。回路配置利用権は、半導体集積回路の回路配置に関する法律で、規定される回路の配置に関する権利である。回路の配置情報、具体的には、 マスクパターンをセンターに登録し、そのマスクパターンの権利が10年間保護される。他者がそのマスクパターンに基づく製品を製造することはできない。チップの拡大写真を撮って、マスクパターンを起こし、同一製品を作ることを防止する。製品の使用の全部、または一部について発明の視点で捉えて、これを特許として、出願、権利化して、他者の模倣を排除する。 なお、特許の有効期間は著作権のそれと比べて短いが、一般に半導体製品の製品寿命は短いので、他社製品を排除して差をつけるには有効である。CPU におけるマイクロコードについての著作権が認められている。また、命令コード体系にも著作権が認められている。著作権は権利の保護期間が特許に比べて長く、 ソフトウェアの面から見る製品寿命を十分カバーできるものと思われる。製品の名称を商標として登録し、他社同一使用製品に類似の名称を付けたり、説明や宣伝の際に自社製品名を用いることを排除する。なお、半導体の製品名は長く型番が用いられてきたが、これは商標として登録することが認められないため、 製品を差し示すために何らかの語の組み合わせ、あるいは造語を当てる必要がある。指摘財産権を根拠に、セカンドソース製品の販売差し止め、損害賠償請求を行う。特に製品寿命の短い半導体製品においては、販売差し止めの仮処分を得ることができれば、セカンドソース製品の流通を効果的に抑止できる。最終的に訴訟対象製品の正当性が、 判決で裏付けられたとしても、すでに当該製品の正規は失われており、実質的にセカンドソース製品は市場に参入できない。明らかに不当な訴訟、つまり契約上許されている範囲の中でのセカンドソース生産やオリジナル製品の権利を侵害していないことが、明らかなセカンドソース製品に対しても訴訟を仕掛ける、例もる。守備よく、 販売差し止めの仮処分が出れば、やはり正規を失わせて、効果的に、セカンドソース製品を排除できる。あるいは、仮処分を得られなくても、提訴は、セカンドソース製品に対する威嚇、牽制の手段として、十分に有効である。セカンド操作が軽装の当事者の立場に立たされれば、対象製品を積極的に、1販売することはははばかられる。また、 対象製品が提訴されている事実をもって、セットメーカーが採用をためらう効果も期待できる。判決が出るまでは、時間がかかり、1万1採用製品が後から違法なものとして、回収を命令された場合には、セットメーカーはすでに販売、普及した製品の回収、部品交換といった処置を迫られる可能性もある。そのリスクを避けるためにはあらかじめオリジナル製品を採用しておくのが無難である。 という意思決定へ誘導できる。知的財産権の概念が浸透した現在では、先進各国総合で、デッドコピーや、クローンが見られることは少なくなった。近年は、製品の高集積化が進み、パソコン用 CPU を除けば、単体の CPU や周辺チップというデバイスは、見られず、セカンドソースも見られない。集積チップも、製品ごとに異なる構成をとり、 ASIC の性質を帯びて、多品種少量生産の傾向を強めることから、あえて、セカンドソースを作らずに、自社内で賄ったり、ファブ専業業者に製造委託することが多い。米国で開発される、汎用 CPU は、米国政府のプロパテント政策もあり、特許や著作権で厳重に保護されている。また、セカンドソース契約を結ぶことも少なくなり、 セカンドソースを認めない方針へ転換した。例えばインテルは、インテル8286までは、セカンドソースを採用して、供給量の確保と規格の普及を優先したが、インテル8386からは、セカンドソースを原則廃止し、さらにペンティアムからは IBM へのライセンス契約も終了し、以後は全量を自社のみで製造、販売している。また、 半導体チップの生産のみを請け負うファブ専業の会社が成立したことからオリジナル製品の買い品種をファブ専業会社に委託して需要を賄うことも行われている。例えば米 AMD は製品のラインナップの内定クロック製品を外部ファブ専業業者に委託している。これとは別に CPU の設計のみを行い製造権をライゼンスする会社もある。 この場合は特にオリジナル製品が存在せずセカンドソースということはない。当該製品を指すには単にアーキテクチャのゴンが用いられることが多い。例えば ARM アーキテクチャ、MIPS アーキテクチャ等。D、ラムメモリについては現在は共同で仕様を策定して、これに沿った製品を開発、製造、販売するようになっている。 特定の製品の仕様をもとにして、セカンドソースを作る例はほとんどなくな。一方で、特定の会社、例えばランバス社とライセンス契約を結び、ここで策定された仕様を用いることもある。ランバス社自体は、チップの製造を行わずに、他の会社で製品化を行う。これらは現在ゲームマシン等に用いられている。ロムについては、デファクトスタンダードとも言える、ピン配列や、 使用方法が存在し、これに沿った使用で製品が作られる例が多い。駆動方法等は、変わりがないので、互換性を保てる。ただし、書き込み時には、製品ごとに消去方法やプログラム方法が異なる。ことも珍しくないので、個別に対応する必要がある。基本的には、自社製品、あるいは特定の顧客向けの製品で、公衆積化が進み、 多品種少量生産の傾向が強い。また、製品寿命が短くなっていることもあり、同一製品を長期間にわたり継続して製造することは少ない。所定数量の製造で終了するのがほとんどで、自社内の製造ラインを用いたり、ファブ専業業者に製造を委託したり、あるいは、両方の方法を並行して用いることもある。これも、セカンドソースが行われることは、まずない。 プログラマブルロジックデバイスは同一製品を量産してユーザー側で必要な論理をプログラミングするデバイスである。初期のパルやギャルなどではセカンドソースが存在したが近年はファブ専業業者に生産を一択して需要を賄うようになりセカンドソースは見られない。マイクロコントローラは現在でも互換製品が存在する分野である。著名なところでは インテル製8048や8051のセカンドソース品が多数出ており、業界のマイクロコントローラのデファクトスタンドとも言える。なお、現在はオリジナルのインテル製品は廃品種となっているので、これらはあえてセカンドソースと言わず、例えば8048互換、あるいは8048コンパチブルという表現をする。TTL や CMOS は、 同業他社より、数多くのセカンドソースが出ていた分野である。オリジナルと仕様を合わせたものや、論理は同じで、動作速度を上げたり、消費電力を下げるなどの付加価値をつけたものなど、多種多様なものがあった。現在ではこれらの汎用ロジック IC は、チップセット等の高集積製品に統合され、単体で使用される場面が減るのに伴って、セカンドソースも姿を消しつつある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。